はい、牧場物語やっていきたいと思います。前回からですね、少しだけ、時が進んでおります。もう春の月8日目ですね。この間にですね、少し、ちょっとしたイベントというか、こういうことできるよみたいなとか、何があったかな、街の道が綺麗になったよみたいなのがあったので、まあ多分今ダイジェスト的に流れてるかと思います。ちょっと寝ましょう、体力なさすぎ。9日目ですね。何をしたか、この間何をしてたかって言ったら、ちょくちょくのお金稼ぎと、あとなんだろう、そう、少しあそこまで行ったの、あそこまでってどこって話なんだけど、牛小屋を多分ね、もう今日できる。そう、だから、よし、動画撮ろうと思って。あ、待って、なんかいる。え、私ビジュアルいいな。何今の。追いかけるよね。今のはさ、かわいいの？どうなの？え、何これ？え、待って、あのヒゲ生えてる人はかわいい。口がちょっと、あ、待って、ダメだな。人間が来たん。もしかしてこっちが見えてる？見えてますよ。僕たちが見える人間は久しぶり。よろしく。あ、僕たち、コロポンがいる場所。へぇ、最近この子たちが増えてきたん。あ、私がじゃあ見つけてるやつはこれなんだ。フォロワーコロポン。ぴょんぴょん跳ねる小さな生き物の正体はフォロワーコロポンだったようです。うわ、緑色もいる。ここマネポンってらっしゃる。あの子たちを見つけてくれた人に手伝ってお仕事がある。もし手伝ってくれるなら僕に声かけてほしい。全然いいけど。なるほど。まさかの展開。え、何ができるの、ここは。あなたは？キコポン。またせぬものはないって言われた。待って、黒い牛いる。すごい、なんか凶暴そう。え、このおじいちゃん気になるんだけど。オサポン。飼ってる動物とお別れしたければわしが引き取る。なるほどね。この子もいらねえやって時はここに来ればいいんだ。え、これ盗めないの？ちょっと。なんかあるじゃん。これ、上上がれないんだ。盗みたかったけど、しょうがないね。あなたは？イワポン。なんかこの辺はまあ後々なのかな？毎日。あ、てかここにいても時はやっぱ流れるのね。帰っちゃった。大丈夫？後でまた来よう。そうね。とりあえず後で、まあ時間があったら来ましょう。あ、ここにいてくれるんだ、もう。あ、ですね。そう、この木をいっぱい作るためにこれをたくさん置きました。これ。なんか、牧場っぽくなくて嫌だなと思ったんだけど、ちょっと雨が降りすぎて、ちょっと、水たまりがすごい。はい。全部一応揃いました。修復する。いや、長かったね。わ、忘れてた。そうか、牛小屋でしょ。牛といったらなんだ、牛って言ったらなんだって言われたら難しいよね。豚を使った料理ってあります？豚じゃないわ、牛だった。ひらがなにして。あ、でもこれは名前につけたいな。ととしたら、ちょっと待ってよ。モーモーミルクってなかった？なんか。ポケモンだよね。モーモーミルクってね。この子たちって多分食用じゃないでしょ、だって。
牛乳でしょ、モモミルクですけど。え、ポケモンのどれだったっけね、モモミルク出てきたの一番最初に。金銀とかかな。モモミルクってなんだよって話よね。え、ちょっと牛おいでよ。はい、名前でしょ、この子はもう決めてますよ。焼肉ちゃん、はい。もうなんかなんだろうね、乳製品として生きていけなくなったら、まあ、食べるしかないかなっていう。すごい。待って、そうだ、この子ね、ムサいるんだ。ちょっと待って、ハードじゃない？とりあえず、こういうの掘るといいらしいよね。まあ、ちょっとそんなことしてられないので。とりあえずですね、いろいろできてるけど、あ、できてる、できてる。よしよし。これってもしかしてあれかな？永久期間？なんていうの、その、ほら、これだけ取ったとしてもまた大きくなるよ、みたいな。だったらありがたいよね。これあげようよ。じゃ、これを、ここに。これでなんとか食事問題はなんとか大丈夫そうね。はい。食いなよ。食っていっぱい乳で遊んだよ。ひどいね、ほんとね。で、ついでに、クリスピーも見ていく、クリスピー。あ、卵産んでる。いい子だね、あんたは。よいしょ。はい、いい子ですね。なんかさ、昔の動物の森じゃないわ、牧場物語って、動物モテなかった？なんかモテたイメージなんだけど、本作はモテないよね。あ、なんか松明作りました。なんか余ってたんで材料。じゃ、とりあえずペット飼いましょうか。うわー、羨ましい。私が欲しいペットを飼ってらっしゃる。いいなぁ、私も飼うよ。でもな、性格、これ厳選なのかな？でも性格がさ、あるじゃない？だから、なんかできる限りちょっといい子がいいよね。まだ早くね、朝8時ってまでやってないでしょ。やっとんのかい。柴犬の黒も可愛いけどね。やんちゃ。まあね、シベリアンスキーはさ、やんちゃぐらいが可愛いよね。なんか変におとなしくてもさ、ちょっとつまんないじゃない。猫飼うなら私メインクーンかペルシャかな。まあ、でも猫はいいや、とりあえず。シベリアンハスキーください。うー、名前も決めれるのか、そうか。いや、ペットはね、ちゃんとつけたい。ペットはちゃんとつけたいって、あれよね。シベリアンハスキーでしょ？決めてますよ。これなんか前別のゲームでもつけた気がするな。犬かなんかに。つけてたよね、多分私ね。まあ、まあいいですよ。はい、ディーンくんです。イケメンになっていただいてね。うん。乗り物はまだ乗れないのよね。え、で待って、これ餌ってさ、どっ、もう。本当は買った方がいいんだろうな。どう、種付け？そんなことすんのね。すごいわね、なんか。ね、おじさん。そう、なんか、ツイッターでさ、結構見たんだけど、なんか、なんと、この牧場のあたりガチ勢の皆様的に、やっぱ住民との会話が同じで、なんかさ、なんていうの、物足りないというか、でも分かると思って、なんか思のほかセリフ量少ないよね、みんなね。なんかずっと似たようなこと言うからさ、それ確かにちょっと
あれよなって思う。これ変わったの道、なんか、え、待って、誰か、あんた。ノーマン。いや、私、あなた多分初めてだと思うわ。食材屋さんなんだったんだ。はい。シドニー。マジ、顔見えないのはちょっとほんと難点だな。で、とりあえず役所に行って、これこれ。鉄鉱石を3個ください。あるよ。はーい。超簡単。そういっぱいあるのよ。あ、もうダメだ。持てないって言われた。これなんだろうね。また取りに行きましょう。で、何これ、カニいたんだけど、あ、そう、もう一個なんかそう潜れるところができて、道路きれいになったみたいね、やっぱりね。なんかを寄付したのかな、なんか、はい、もうすごいね、なんかぼーっとしながらやってたから全然記憶にないんだけど、え、武器強化する、武器っていうかなんか一個強化してみようか。ここ違うな。大工だった、ここ。え、これ欲しい。燃料じゃないのよ。マジ金ない。なんかまあコツコツやってるけどさ、なんか効率のいい稼ぎ方とか本当は知りたいのよ。でもなんか、やっぱ効率重視しちゃうとさ、やっぱりあれかなと思って、楽しめないかなと思って。すいません。あ、なるほどね。あ、1000円でいいの？え、待って、できることないこれ。何が必要なの？アイアンゴッド。え、アイアンゴッドってさ、え、待って、これ多分作れると思う。今回の目標これにする？え、だからこのカニは誰？っていう。熱されてんじゃん。食べれるよ。え、でも私の推しとまだ喋ってない。推しはどこへ行ってしまった？上だ。上にいるっぽい。ただまあ、いつかこの主人公は捕まるね。こんなずっとの振りを持ってさ、ロロロロしながら。いないんだよな、でも。そう、なんか広いからさ、一周してたら一日終わっちゃうから。何？キツネ、もう、キツネの写真撮ればいいの？あ、いた！でも、かわいい。やっぱさ、こう、そういうの好きなんだろうなって気はしたのよ、ちょっと。今、デイモンと喋ったんで、とりあえず、戻りましょう。何するって言ってた？なんちゃらかんちゃらを作ろうと思ったのよ。なんちゃらかんちゃらをね。全部鉄にしよう。まあ、全部じゃなくてもいいよね、別に。斧と、鎌と、クワかな。優先。私の中の優先順位的にはね。これは何？売っていいんだよね？え、売っていいんだよね？これはね。まあまあ高い値段がつく。OK。これはもうじゃあ売るわ。これ売っちゃって。卵はね、せっかくだから料理にした。え、これじゃないの？あ、これ、え、アイアンゴッドってこれじゃないの？これの上とかがあるってこと？ちょっと待ってね。え、あれより上があるのかな？
一応木材はあるのよ。これをちょっと入れて、石ころとか別に持ち歩く必要性はないよね。硬い木材も。あ、いるよ。私の犬。あ、かわいい。見えない。あ、走っちゃった。見えない。連れて歩こうかしらね。もういっそ。めっちゃかわいい。やっぱ大きい犬っていいよね。大きい犬っていうのはいいよ。水あげないといけないわ。今日水あげてね。そう、やることがね、ちょっといっぱいありすぎて、どうしましょう。とりあえず、ちょっと、卵はしまっとこう。焼き魚持ち歩けば、最悪死にかけてもね、食べればいいから。何これ？この、あ、これ犬用のなんかあれかな。何でも犬用？水をあげましょう。そう、あの持つところがさ、なさすぎてさ、しまったんだよね。なんかね、種は一気にね、まけるようになりましたよ。そういえば水はなってないけど、水もそのうちかなと思ってるんだよね。この作業を考えると雨降るのいいなと思う。こんなところにさ、こんな畑展開してるのちょっとダサいよね。ちなみに今ここ植えてんの何だったかな。なんか安いやつ。一番安い。え、何、水ない。あ、ごめんなさい。一番安いね、種をたくさん買って。で、この後はとりあえず、そうね、あとさ、そうだ、手持ちのさ、カバンのやつってあれ3000円ぐらいで増やせなかったっけ、違ったっけ。増やしたいよね。行くか一緒に。ちょっとどうやって行くんや。これよね。ちょっと、リン。リン、行くよ。よし。行くよ。ゴーゴー。え、かわいい。散歩できるのいいな。むやみやたらに散歩するだけで、一日終わっちゃう気がする、私。とりあえずよ、行くぞ、ゴーゴー。かわいい。え、店入るときどうするの。外で待ってんのかな。待ってんだろうな。わあ、できる、やっぱり。とりあえず斧かな。銀の斧。うえー、3000円だって。もう払おう、これは払うわ。次1万5000円もすんの。ちょっと吐きそう。いや、でもこれでとりあえず物がさ、たくさん持てるから。あ、忘れてた、私水族館の存在てか寄贈するっていう行為自体を。そうだよね、寄贈しなきゃいけない。え、この子のご飯ってどうなるの。そうだよね、この子たちだってご飯は食べるわけじゃない。こいつもいないのよね。あの、ご飯食ってるわ。じゃあいいわ。そうよね、餌。あ、役所行ってさ、なんかもらってこようよ。あの、さっきもらえなかったやつ。それ、餌入ってんじゃねっていう。よいしょよいしょ。
うわ、消えた。感じ悪い。私が入った瞬間ね、いなくなるなんて感じ悪いわよ、蝶々、ほんとに。今に見てなって、ほんとに。お、アップグレードして遊んでもらえるの嬉しい。よし。結構いろいろもらったよ。じゃあ次は、あ、でも鉄鉱石集めなきゃいけないか。そんなにグレードアップしようと思ったら。リン、噛みついてやんな。別にね、蝶々が何をしたってわけではないんだよ。何をしたってわけじゃないけど。え、かわいい。いいね、このスズメの太り具合かわいい。よし、もういいよ、ディーンはじゃあ自由に遊んできな。いいよ、もう自由にしな。自宅に戻りました。へえ。とりあえずアイアンゴッドちゃんを作りまくらなければいけないので、あのリスとかをさ、多分うまく写真撮ればいいんだろうね。ちょっとやってみる？何でもかんでも挑戦よ、とりあえず。上の段は、なんか道具を一通り置きたい。こうして、あとそう、バケツ一回もやってないんだよね。バケツやる？で、あとカメラね。やばい、近づきちゃいけないんだった。はい、構える。はい、構えた。はいはいはい。しゃがむ。違う、取った。なんか微妙。なんか可愛くない？しゃがむ。しゃがんで、なんかこっち向いてほしいよね。私が動けばいいんだけど、なんか全然下手。みんなどうやってそんなうまく撮ってるんだろうと思う。このアングル酔うよね。普通に酔う。やば、ちょっとダメだ。あ、来た来た、チャンス。チャンスと思ったら全然チャンスない。こっちを向きなさい。噛みつくよ。噛みつくよって脅しやばいよね、普通に。あ、来た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 。何これ、ダメだ。私やっぱ下手だわ、写真撮るの。これ高く売れるから、これは取っとこう。よいしょ。あ、高くないわ、ワイルドベリーか。じゃあ今回せっかくだからさ、ここ最後まで行こうかな。なんか前回ここになんか石欲しくて入ったんだけど、その時は最後までは行けなかったのよ。あ、ハンマーでも強くしてからのがいいか。時間的にもさ、この今4時でしょ。今だよね、行くならね。なんか一回こいつ倒したい。こいつイライラする。いった、もうやろう。ストレ、初めてダメージ受けたわあいつから。ストレ、ソラ、何回までいけるんだろうね。ヘタヘタ。ストレ、ストレ、ソラ。じゃあまあ一旦ここからちょっとカットかな。ストレ、はーい。もうなんか未知の回数まで来てます。19回。マジで未知なんだけど、ここからは。あ、いいね。もう今はとりあえずね、砕くことよりも降りることを意識してます。あ、てっきり20回でなんかもう
何か起きるかなと。いや最悪ちょっと。よいしょ。はい。そう、何か起きるなら20回かなと思ったけど、これ砕きたいな。でも今も持ち物がさいっぱいすぎて、これ食べれないもんね。そうだよね。とりあえずさ、もういいや、これはじゃあ諦めるわ。やばい、もう夜9時じゃん。明日もうダメだね。うん、もうダメだ。寝坊しちゃうやつよ。仕方ないね。うん、え、全然出ない。どうしよう。下へ降りたいのだよ。あったあったあった。しょうがない。10時は超える。うん、よいしょ。どこ？あったあった。やばい、もう、ほんと20時超えてる。あったあったあった。30回ぐらいまでいけるのかな？ぽいよね。なんとか多分体力は、ギリかな。持ちそうって持ちそうだけど、もう食べ物がないんだよね。そう、魚食べちゃっても、あ、ここきついな。どこかわかんない。どうしよう。意外と近場にあるイメージなんだけど、ないか。やばいな。いけないかも。はいはい。どれだ？あった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 。これで今何回？25回。いや最悪。26。あ、あるある。よし、なんか叩かずにさある場合は嬉しいね。もう倒す。ほら、それ別にいらない。27回。これはね、私ちゃんと砕きたいの。はい、割といいのがもらえる気がして。うわ、消えた。うわ、ここがここに来てさ分かんないのは結構厳しいよね。はい、邪魔。とりあえず割る。あ、違った。くそ、やばい。 AM12 時ってやばくない？やばいよこれは。どれだ、この辺。てかやばい、マジでハートがやばい。あ、終わった。ほら、もう倒れそうだもん。ない、これ食べれない。食べれないよな。ペットのやつ食べれない？食べれないよな。ギリギリまで行こう。あ、違った。これが違ったの痛いね。結構ゲームオーバーじゃん。はいはい。あー、ただこれか。これ割るの大変なやつやん。ハートが1個になってしまうな、確実に。はい、ゴールであれ。そんなわけないか。あ、まだいけそう。まだまだ可能性を信じよう。お、これだ、嬉しい。ここまでたどり着くなんてやるん、すごいん。ありがとう。とっておきの船を連れてってあげる。ついてくる。いや、頑張った甲斐があったね。もう残りの、あ、ここじゃない、あのカニがいたの、なんかあの写真で。
暑そう。大丈夫？こんなとこ普通に立ってて。ここはコロポンだけのとっておきの場所。ユタは特別にいつでも遊びに来ていい。みんなには内緒。何ができるんだろう、ここでは。灼熱の溶岩で汗がだらだら流れてくる、とてもとても暑い特別な場所です。ミニゲームを遊ばせてくれます。え？ミニゲーム？説明を聞く。石を割ってポイント稼ぎましょう。へぇ。なんかでもこれは今じゃないな。ちょ、次回やりましょう。うん。屋上に帰る。もう寝坊確定ですからね。じゃあ次回までに、そうな、お金がでもな、言うほどないからな。よいしょ。はい。そうなのよね。お金がないのよね。なんかいっそこの辺。が、安いな。そうだよな。安いよな。卵出費欲しい。しょうがない。これで、明日2500円入ってくるから、それで、そうだな、ハンマーと、どれ優先した方がいいんだろうね。まあ、何か、ちょっと、作ろうと思います。その、作るってか、あ、寝てる、かわいい。どうして、かわいい。愛らしい。もう、あ、かわいいね。ウェイウェイ。最高。ペット飼ってよかったね。当分まあ誕生日もね、まあそんなにね、まああるっちゃあるけども別に女性キャラクターの好感度は上げようと思ってないから、まあいいのかなっていう。動物情報。アルパカ飼いたいんだよな。称号の変、そういうのあるんだ。ペット。一枚しかない。あ、死んだ。ねえ、今、ね、寝ればよかった。くそー。ミスったなー。普通に寝ればよかった。え、初倒れ、今の。まあ、次の日がきちいってだけだもんね。てか、わりかしさ、朝起きた時何かしらイベントがあるよね。あれ、ちょっと、何日まであるんだろう。あったんだけど、朝からすまないね。うん。新しいお店を開こうと考えてるんだ。へぇ。あ、OK、OK。え、じゃあ、行こうよ。ちょ、役所行くわ。うん。役所だけ行って、ちょっとその、多分何か寄贈してくれだから、どうせ。なんだ？誰？何？そういうファンタジー要素あったの、このゲーム。全然そんなイメージじゃなかったからさ、ちょっとびっくりしちゃったんだけど今。そうなんだ。ちょっと今回のパート長くなるかもしれません。すいません。なんか、いや、牧場物語ってあれだよね、やっぱやめるタイミングが難しくて続けちゃうな。なんでまあ次回のパートの頭もきっと何かしらイベントがこうダイジェストでついてるんだろうなと思う。で、役所に行く前にここ行く。あとでやっとけって話よね。いない。何曜日今日。なんか休みがあるのは知ってるのよ。火曜日とかだったかな。今日がじゃあ休みの日ってこと。
あ、火曜日休みだわ今日。ああ。よし。何をしてほしいの？木材5個ください。じゃあこれどうぞ。はい、めっちゃ納品しちゃう私。優秀ですな。よし。ということでですね、今回はこれで終わろうかなと思います。いや、めっちゃスイートっていうこの名前の人すごい上手、写真撮るの素晴らしい。でも思うの、なんかさ、攻略とか結婚相手の皆さんさ、やっぱりあれだよね、公式サイトに載ってるさ、グラフィックの方が圧倒的にルックスがいいんだよね。なんかほんとゲーム中に出てこないのが残念なぐらいね、顔がいいからみんな。ということでですね、今回はこれで終わろうかなと思います。うん、一通り回ったもんね。大丈夫？よいしょよいしょ。はいはい。で、多分まあ次回までにはできると思うんだよな、なんとかな。あ、牛見とこう。全然終わらないの。なんか終わります終わります言うてね。いや、だって初乳だから、これほら、カバンがいっぱいです。最低。私最低。ちょっとごめんね、後でまた撮りに来るから。この写真いいな本当に。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。